こんなところに家が。ここは裏口も、玄関は向こうにちゃんとあるも。ほんとだ。うひゃー、下雲海じゃないか。それも結構高い。見晴らしいも。トラ、そこから雲海を見るの大好きなんだも。素敵なお家ですね。もふふ。ところで、レックスの兄貴。兄貴？助けたも一つの理由なんだけども、実はトラ、ドライバーと仲良くなりたかったんだもん。へえ、トラドライバーに興味あるんだ。当然だもん。ブレードと一心同体になってすんごい力を使えるドライバーはすんごいんだもん。レックスの兄貴のお供になりたいんだもん。ねえトラ、その兄貴って呼び方なんとかならない？どうしても？いや俺まだ新米ドライバーだしさ、兄貴っていうのとはちょっと違うかなって。新米でもドライバーはドライバーだも、偉いんだも、威張り散らすも。威張り散らしはしないけど。よし、わかった。兄貴って呼びたいなら止めないよ。でもお供とかじゃなくて友達になろうぜ。本当かも。トラ、兄貴のお友達になるも。やったも。なんだか変わったやつだな。そうだトラ、この町のことを詳しい？桃、軍に捕まった人がどこに連れて行かれるのか知りたいんだ。レックス、もしかしてニアたちを？ニアとビャッコを助けなくちゃ。やはりそうきたか。それって兄貴と一緒にいたドライバーとブレードのことかも。そうさ。それは町でいろいろと情報を手に入れないとわからないも。それよか、まずはご飯食べるも。運動した後はご飯食べないと考えまとまらないも。わしも腹が減ったぞ。ご飯は後でいいよ。今はニアとビャッコの居場所を知りたいんだ。ほら、やっぱ兄貴もお腹グーグーだもん。しょうがないだろ。よかったら私何か作りましょうか。ホムラ、料理できるの？煮物、焼き物、蒸し物、揚げ物、火を使った料理なら何でもござれです。おお、かき氷とかはちょっと苦手かも。まあそうだよね。